芝刈り機無限です。荒野の公認自給者、天才 YouTuber アブです。視聴文化金です。アルファ D の代表しております。 YouTuber です。荒野の光のイベントだったりとか、そういう表に立つことによって自分自身を周りに知っていただいたりとか、それでつながれることもたくさんあるので、やはり人と人とのつながりができることが一番大きいことじゃないかなと思います。変わりましたね。小屋行動の人生始めてから180度ならぬ360度変わっちゃいましたね。もともと小屋行動をやっていて、趣味の一環として配信を始めたんです。いろんな人が集まってくれるようになって、どちらかといえばこう YouTuber になりたくて小屋行動をしたのではなくて、小屋行動をしているうちにいろいろな人とつながれて、で今の自分があると思ってます。もともとなんか僕メディアに露出するのはあんま好きじゃなくて、喋るのも嫌だったんで、基本的に会話しながら、特にバトラーなんて連携大事なんで喋りながらやるんですけど、僕はもう一切声出さずにやってたんで、一切もう合切考えてなかったし、もうなかなか本当に声出すのに時間かかって、なんかもう人と喋るのが嫌だったんで、僕はゲーム中なんで喋らなきゃいけないみたいな感じだったんで、なかなか声出さずに喋るって3時間ぐらいちょっと待たせてたんで、声出すのはマジで嫌だったんで。公演の怒りに出させていただいたのが、YouTube 投稿を始めて4ヶ月後ぐらいだったんで、で荒野の光が終わって一気に伸びて、で公認実況者まで上がったので、まあでも YouTube が稼げるっていうのはやっぱり分かっていたので、まああとは自分の頑張り次第だと思うんです。結局その努力することも大事だし、僕自身が目標としていたのがまず1年間毎日投稿し続けるっていうのが目標だったので、やっぱりやればやるほど結果は自分についてくるのかなと思います。大きいですね。なんか結構物事をよくバカにするんですけど、なんか一つ一つ結構慎重に、最初に批判的思考みたいな、これはちょっと違うなみたいな感じから入るようになって、結構いい感じに情報収集になりますね。自分自身を見た時に、自分はこういう人間なんだっていうのを理解さえしていれば、おのずとその自分のやりたいことっていうか、プレイスタイルっていうのは見つかると思うんです。それを無理して変える必要は僕は全くないんじゃないかなと。僕もなんかその言われたらずっと声出した方がいいよって、もうずっと言われたんですけど、もう絶対に声出したくなくて、もうずっと声出さなかったですね。もうなんかまあこれこそもう自分の心の内鍵なんですけど、誰にも負けられないんで、外からは。もう僕はもう絶対に出さないって決めてたんですけど、まあ、途中でちょっと変わっちゃって出しちゃいましたね。まあ、でもその出さなかったも出さなかったで、まあ、そっちもなんか違う人生があったのかなと思うんで、もう本当苦しみもあの悩みも全部経験に捉えてる、もう全然楽しいですね。まあ強くなる努力はしますよ。努力はしますけど、あくまでそっちに重点を置きすぎて、例えば今まで大事にしていたトーク力だったりとかコミュニケーション能力がなくなるぐらいであれば、そこそこ強くてトークが面白い方が僕は好きですけどね。ブレるとやっぱりこう方向性がどんどん分からなくなっちゃうので、これって決めたらもう自分の信じた道を行ってほしいです。まあ配信者も配信者で全然違うんで大変なんですよ。もう配信して動画投稿してるのもあるし、もうプレイヤーもプレイヤーで、本当にもう大会出ないとまず話にならないですよ。チーム連携なんで、もう別々の努力だと思うんで、まあなかなかその気分が乗らなかったら動画撮らなかったりとかあるんで、まあ、そこは本当に何かしら、まあ音楽聴いたりとか、もう何かしらでもとりあえずテンション上げて、あちょっと面白いなって感じで自分のモチベ上げてなんか動画撮ったりしてるんで、あとプレイヤーにおいてはなんかそのプレイヤーは割となんかゲーム内って結構あの衣装とかスキンとか変わったりするじゃないですか。だからもうそこでスキンとかわらっと変えちゃって本当に自分のモチベーションを上げるように、ゲーム内のそのスキン使ったら面白いみたいな感じで、もう自分に言い聞かせる、もう自己肯定感をちょっと強めてますね、そこに関しては。はい、なんでまあ両立は厳しいですけど、まあいろんな策でちょっとやってますね。なんか新人に対してはやりたいっていうよりかは、やる気がある人間かつ、まあ、頑張りたいと思ってる人間は応援してあげて、まあ、少し助言をするぐらいの感覚ですね。お金とかいらないんで、ここまで来たらもうやる気があるのかどうかで、やる気あるんだったら手伝ってあげようぐらいの、まあ、どうせやるんだったらスピード感速い方がいいので、本人たちがやる気あるとスピード感が速くなるし、こうした方が綺麗にスムーズにいくよとかいうアドバイスとかしたりとか、ストリーマーを目指す方がやっぱいいですね。僕とか荒野行動全然強くないんですけど、けどそれでもそれなりに影響力はあるのは、やっぱりそれ以外の部分がちょっと強かったのかなっていうのはあります。熱心ですよね。例えば今だったらもう荒野でもうナンバーワンの人気のアブちゃんとかも僕の配信ずっと来てくれたりとか、そういうのでちょっと学んだりしようかなっていう姿勢とかがすごく見えてたん でさっきも言った努力する人で時間使える人なので、2人って時間使えて、なおかつそれなりの頭があって理解して配信に来てるので、だったら教えがいがあるのかなって。やる気ない人に教えてあげようかって言って、で何かトラブった時にやっぱやめますって言われるよりかは、
やっぱ向こうから来たいっていう人間に教える方がお互いなんか伸びやすいんですよ。中学生ぐらいの時に一回 YouTube やってて、高校上がったと同時に周りの人にこう何々高校のあいつがなんかこういう動画上げてんだぜみたいなこと言われて、ちょっとめっちゃ恥ずかしい思いでやめちゃったんですよ。大学生の時になったらたまたま荒野行動をやってて、で荒野行動もたまたま まあまあ上手かったんですよ。もう一回 YouTube やってみたいなと思って、あ、荒野行動上手いからちょっと荒野行動ってゲームやったらめっちゃいけんじゃねみたいな感じの、割とマジで結構軽いノリで上げてみたら、結構なんかポンポンポンっていう感じで言ってもらって、なんか完全に運です。ありがとうございます。いや、なくていいと思うんです。目標を立てて、でそれに見合ったそのなんか戦略を立ててっていうのは多分できるとは思うんですけど、戦略立てるだけ立ててとかいろいろ考えるだけ考えて結局なんか行動に移さずに終わっちゃう人とかが多いと思うんで、まずはもう一回踏み入れてみてやってみて、あ、これじゃあかんのやとか、あ、こんな感じだったらできへんのやな、あ、でもこれはできるんやっていうのは分かってからどんどんなんかやっていくっていうのが大事だと思うんで、なんかそこまでなんかもうとりあえずやってみた方がいいんじゃないのかなっていうのが一番思いますね。一般人がただ単に楽しくゲームをやってる姿っていうのをただただ届けてるだけっていう、僕結構認識して思ってて、クリエイターとしてっていうのは多分本当になんかこういう動画を作ったらみんな面白くて多分見てくれるんだろうなっていうよりも、多分僕の動画見て多分面白いなって思ってくれてる人たちって、多分僕が純粋に本当にゲームが好きで楽しんでる姿が見て、あ、本当にこの人なんか楽しそうにやってんのやみたいな、家族とかのホームビデオとかで温かいそのムービーが流れてたりして、それを見た時にみんななんか多分微笑ましいなと多分思うと思うんですよ。なんかそれとなんか似たような感じなのかなみたいな。タイプによります。僕の場合はなんか本当に自分が本当に楽しいと思ってる動画しか出さないんで、なんか嫌々な時に撮ってそのリスナーの人たちに、あ、これ本当はそんな楽しくねえんじゃねえのって思われたりするのも嫌なんで企画とかで考えてそのなんか台本とかがあってって人たちだったら別に大丈夫だと思うんですよ。別に撮りたくねえなとかでも、まあ別に割り切ってやれば別にいいだけなんで、ちょっと僕の場合はなんか笑ってもらえたらいいな、少しでも笑ってもらえたらいいなと思って出してるんで、そこが多分欠けてるとやっぱ見てる視聴者の人たちはあんま面白くないなとか、なんか今日はイマイチだったなってなるのはあれなんで、やらないようにはしてますね。あえて一人を選ぶならどうなんですかねみんな頑張ってほしいとこですけどね。でもやっぱり関わり、僕の動画に出てくれてる方とかはもうぜひ頑張ってほしいっていうか伸ばしてあげたいな。推薦したいときじゃないですけど、まあ頑張ってほしいのがバブですね。芝刈り機のバブですね。まあ同じチームっていうのもあるし兄弟っていうのもあるんで、それに関してはちょっと頑張ってもらいたいですけど、あえて荒野の光で推したい一人、僕コラボ相手ヌーブって決まってるんで、ヌーブは YouTube の動画投稿全然してない、かつヌーブとの動画も僕全然出してないんで、で公認実況者で多分コラボ相手と選んで動画の再生数競い合う企画があるんで、まあ、ちょっとアブちゃんマロちゃんいるんですけど、無限もいるんですけど、まあ、1位狙いに行こうかな。あのプリッツさんっていう僕とその同い年 その YouTuber の方いるんですけど、動画作るのが本当に面白くてめちゃめちゃすごいんで、ぜひ一回見てみてほしいみたいな。はい、どうも芝刈り機無限です。第5回荒野の光が来たっていうことで、皆さん共に頑張りましょう。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、アブです。シーズン5、あの荒野の光あるということで、せいぜい頑張れ、まあそんな感じですね。せいぜい頑張れって感じです、僕から説明させていただくと。はい、超無課金です、こんにちは。荒野の光、シーズン5ということでですね、おめでたいです、もう5回目ですもんね。今回の荒野の光の優勝者、とても楽しみにしております。はい、皆さんどうもこんにちは、マルです。ということで今回ですね、荒野の光、シーズン5が始まったということで、ありがとうございますちょっと本当に日本人かと思うぐらい日本語おかしいですけど、おめでとうございます。